つもお世話になってます。メンバーの買えなくなっちゃう、本当に。僕もう2000円使ってんだけど。2000円使ってるよこれ。やったー、入ったー。誰か従業員呼んでもらえます？この微妙なラインはなんだ。うわー、おい、やってる、俺やってるって。あ、もうこれ僕じゃないっすよ。うわ、なんかちょっとうまいことなってる。うわ、そう、アホか。お前じゃ取れねえよ。何回やってもこのポンポンプリンは俺様のものだ。そんな簡単に取れと思うなよ。はい、400円無駄にしました。え、僕はただ下手なんです。そんなに言わないでください。ごめんなさい、僕はただただ下手くそな男なんです。あらららららら、あれあれ、店員さん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 、神回、神回様やな。上さん、僕は下手くそなんです。あー、いけますかね。やったこんなのありかよ。面白いからやめてよ、もう。ちょっと涙出てきたわ、本当に。ちょ、お腹痛いって、こんな。え、また来てくれないかな。また店員さん、これワンチャン来る可能性あるよ。これワンチャン来る。今のうちに、僕の配信見てんじゃないの？これ。これちょっとやんないとって。会社の名誉がこんなんと取れねえって言われたら会社の名誉かかるよってやめてくれよこいつ。まあでもね、やってますから、その分僕はやってるんでね。もう一個やるか、もう一個とか、あと二つか。え、僕足りるかな。3000、あと3000なんだけど、なんかどっかあるかなあ。チョッパー可愛くない？チップデール、チップとデール、ティガー、あ、ティガージェル君とか良さそうじゃん。オレンジだし、どう、みんな、ティガー良くない？でかジャンボぬいぐるみなんだけど、ティガー、これきつそうだぞ。ジャンボじゃないわ、ギガジャンボだったわこれ。あー出た、これ系だ、これ系ですわ。これむずいんだよな。ちょっと待ってね、皆さん、残り3200円です。僕は果たして取れるのか。1万円以内で、ちょっとやばくなってきたな。これいけるか。ちょっともういいよ、もう店員来ていいよ、別に別に全然いいからね、全然大丈夫大丈夫大丈夫、来てもらって困んないから。逆にもうむしろ来てほしいまでもあるね。勝負、レディー、よろしくお願いします。まずはもう編み出したんだよね、こっからこうで、手前でもう格差をこうつけ、段差つけ、ティガーなんかでかくない？今回ここなんか重い、ギガだぞやっぱ。あれなんかギガジャンプ全然動かなかったんだけど、微動だにしなかったね。持ち上げられないじゃん。一回持ち上げ方法もやってみるか。持ち上げ方法、なんか気持ち、さっきより全然重くない？本当に気持ちかなこれ、もしかして。んティガーやっぱ重いね。ティガーおい起きろ。ティガー重いねこれね全然動かないんだけど。え、どうしよう、え、マジでどうしよう、どこ狙えばいいんだ。やばい、頭が真っ白になってきた。まずい、これは、これ非常にまずい。あ、生まれそう。これが一番むずいのかもしれない。一番最強の敵が現れたかもしれない。まあ、地道に行くのが一番ええかもしれん。いやでもこれ一回転倒するだけ、うわ全然動かない、やばいんだけど、これどうしよう、これまずいな。いや絶対こっちだもんね。ここうまいんじゃない、これはうまいんじゃない、来た、もうこれ来たでしょ、これ来た、これ300、うわこれ終わったわなんでこれ選択してしまったんだろう、終わったよマジで。やばいかもな、いけるかな、だってびくともしないよこれ。赤いシールのところに爪当てるの 100% 無理だろ。あーダメだー、赤いシールは無理でしょ。奥やる、奥はめちゃめちゃ軽いみたいな、そんなんないかな。うわーでもあーもう引っかかったな今。
いやーダメだー、ビークともしねー。どうすればいいんだろうこれ。やっぱ赤いシール、いや赤いシール絶対無理だと思うんだ。斜めってあれが端っこになったらいいと思うんだけど、この状態だと押しても意味ない気がするんだよね。多分地味にずらしてって、本当になんかちょっとの隙間を狙うっていう、もう完全に、あーこれ、あでもいい線いってない、いい路線いってる。うわーマジかー、やべえよこれ。ティガー諦める？ちょっと僕にティガるのは早すぎたかもしれない。大人すぎたわこのティガーは。だいぶ重いぞ、200キロぐらいあるんじゃねこれ。どうすんだよ、いけるか、こい、うーんーダメだー、助けてくれー。助けてよー、どうすればいい。アームの端でちょっとずつ動かしてみるか。ちょっと右寄りにした、ちょっと右寄り。なんだろうこのよくわかんない中途半端な掴み方。あーやってるわ、もっと右か、まずい。あと1700円、あと1700円だ。ここぐらいでこう、いいんじゃない、いいんじゃないでしょうか。頼みます。なんだお前その持ち方は。こー来た、動いたぞ、動いたぞ。店員さん、そこをやってくれたのは嬉しいんですけど、どこをやればいいんでしょうか。どこをやればいいんでしょうか。このまま普通に持ってていいですか。わかりません、ボコリは、ボコリは優しいですが、どうすればいいんだろう。やってくれたのは嬉しいんだけど、これでいいのかな。絶対ダメだ、店員のことを裏切ることになる僕は。やばいやばい、どうしよう。赤いシール、それこそ赤いシールを狙うの。赤いシール、本当かお前ら、本当なのか、本当に赤いシールでいいのか。あー本当だー、ゲットした、やったできたよ、きたきた、素晴らしい。これラストじゃないこれ。はい、最後の一個いっちゃって。まあ僕はワンちゃんもいらない。自分のよりメンバーの子の方が大事だ。なんなら僕お菓子の方が欲しいもんな。これ召喚し、これ7000ポイントになりました。僕の所持金が課金します。はい、やっちゃうよこれ最後。おれさとみくん、レムちゃん、レディゴー。まあ一発で取ろう。もうまずはまずは軽さ確認、軽さ確認しよう。ここで見極めて軽いかどうか。さあ、あ、意外といける、意外といけるぞこれは。じゃあもうワンチャン取れるんじゃ、いけそうだよね。ちょっとどんどんここでもう持ち上がれるんじゃない。あ、やばっちゃったかも。 こっちはなかったから、どっちやった。あーやばい、やった、完全にやりました、初心者バレました。あーだからそういうことなんだよね。そう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 、これを狙ってた、これを狙ってたんですよ自分は。もうだからあとはこれをこういうことだよね、ここで押してあげる、もうこういうことなんですよね。あれ、あれ、お母さん、ダメだな、箱の中心を描いてしまった。ここ完璧すぎだろ、天才か。ガッタコプロケガガー。でもちょっと動いた、気持ち動いたくないこれ。あーいけるかな、どうなんだろう。もう一回同じ手口でやったらいけそうな気がする。いやこれ来ただろう、うわー無理かー、持ち上げる、やっぱ。いや右は無理でしょ、右絶対無理だろ。反対側、正気か。でこれ以上進まねえし、もうやられたわ、もう最悪だ。うおーおーおー、なんかでもいい方向に進んでるような気がする、ようわからんけど。わーきついわー、マジかよー、どうする。おい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 、まあいける、まだいける、僕ならいける、絶対このレムちゃんを取るんだ僕は。渡すんだー、メンバーに渡すからな。一回持ち上げ方法、持ち上げの法則でいこう。とりあえずはこういうこと。最悪な展開になってしまったような気がするけれども、まあこれはまあまあまあポジティブに考えていいと捉えようかな。ここから右に行くことによってね、奥進んでって、まああとはもう押すだけの法則っていうのをね、まあだから次あるよねっていう。そうそう、なん、え、僕もう金なくなる、え、課金したやつの分もうな、え、ここなんだよね。でそこでもうここを持ち上げて一
回ずらしましょうっていうね、何でも土台を崩さないとてっぺんまで到達はでくね、崩すことできないんじゃないかなっていうね、私の判断ね。あーもう無理だ、店員さん助けて。これ奥の方がいい？しょうがない、奥行ってみよう。奥行っちゃおう。奥ちゃん行っちゃうよ、攻めるよ。ディープに行くよ、これディープに。奥攻めちゃうからね。かーちょっと詰まった。おー、何も変化が見られません。どうしたもんか。終わったかもしれん。やっぱ店員だろこれ。ちょ今ここのサイトに電話しようかな、頼みますって。あえてどう、こうこうこういう風に狙う感じよくない？いいっしょ。やばいなこれ、まずいぞ。もう1万5000円使ってんだけど、これマイナスだろ絶対。楽しさは良かったけど、どうすればいいの。どうだ？ダメか。あ、いつもお世話になってます。あ、いつもお世話です。あーす、あー、なんかすいません。あ、またここのあのお店使うんで、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。あーもう本当に、いやお世話になってますね、本当に嬉しいな。店員さん、あー危ない、よかった。店員さんが見てる目の前でやらかすかと思った。やった、取れた。これでようやく全員分ゲットできましたね。やった。え、お菓子だけ取って帰るか。僕の取りたかったピザポテトにする。余ってるし。最後はコロンのピザポテトいきます、僕の分いけ。最後ピザポテトだ、レディーゴー。これ逆にこっちの方がむずいんじゃないか。はい、まずは重さ確認、重さ確認いきます。これ持ち上げられるか持ち上げられないかだけちょっと確認します。まあね、まだあるんで。あー意外と軽い。あーでも重いなー、わかんないよこのコツ。まあでも今のは確認するためのやつだったから全然大丈夫。もうどんどん行こう、どんどん。僕はもうあのお金とかじゃなくて時間がなくなってきた、シンプルに。僕の分のピザポテト青いからね、ちょうど僕色に染まってるよ。いいんじゃないか、さっきのも復習生かしていっちゃおう。はい、全然動かない。何が復讐だ、最悪だよ。なんだこれ、こっち側か。これずらしてこうやって、あもう最悪。え、何やってんの、バカなの。え、バカなの。え、もうやばい、恥ずかしくて見てられない。自分で恥ずかしくて見てられない今の動きは。何がしたかったんだ。いや違う、これでこいつってほんと下手くそなんだなっていうのを店員に見せつけて、そう、あえてもうお前もうええよ、もう今日はもうやめてよ、まあ、帰れっていう感じを出す演技ね。やっぱそういうと、やっぱかわいそうなの手を差し伸べたいみたいな、そういうのあるじゃないですか。あー今のいい線いったねこれね、完璧なんじゃないの。うん、てかさ思うんだけどさ、ここまで来てさ動かして店員さんが最終的に動かしてくれるわけじゃん、ここの作業は意味あるのかなってちょっと悲しくなってしまうよね。まあ、店員さん来てもらいたいんだけどさ、やっぱ自分の力じゃどうにもならないなっていう、なんかこの残酷さ、うん、今日で知ったよ僕は。よ、わあ、店員動かすな。店員絶対動かすんじゃねえぞ。これは僕が取ったっていう風に証明させてもらいます。ありがとうございます。これもう押すだけ、これ押すだけか、それか取るの、どっちだ。あ、やったか。あ、これ絶対もう押すだけじゃん、絶対これそうだよね。もう 100% いけるだろ、 100% 来ちゃったんじゃないの、これ来たんじゃないの。ありがとうございます、しちゃっていいですか皆さん。さよなら、グッバイエンドしたら、ありがとう今日の UFO キャッチャー、めちゃめちゃ太郎。だってもうここまで来てんだよ、ここまで。さすがにこれ取れないってことないっしょねえ、ここでしょだって絶対。もう一回押して、あれやばい、これ2度あることは3度あるで、3回目も同じ風になるぞ、どうしようこれ。あ、やばい、一回持ち上げた方がいい、ここか、それともここ これ箱がボコボコのままこれ届くな、僕の家に。まずい、このままだと。おい、ただ箱傷つけてる人になってるって。おいおいおい、これ商品このままちゃんと届くんだよな、これピザポテトバキバキになってこないか、僕のせいで。ちょ、まずい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 、頼むよ。なんで取れないんだよ、なんで取れないんだよ、おかしいだろ、これもう取れるだろ、なんで取れないんだ。いやもうだからちょんでいいんだよね、多分ここっすよ、完璧。なんでなんだよ。
え、まだ奥持ち上げないといけないの？まだ奥？これここ？あー、まだ変なところ入っちゃった。これいけるか？あー、もうここまで来てるんだよ。もうここまで。右下押すけ押せるのこれ？本当だろ、お前ら言ったな。右下押すぞ。完璧だろこれ押し方。めっちゃ滑っとる。めちゃめちゃ滑っ、やだやだよ。正解がここまで来たのに。やめろやめろやめろだ。これは僕が頑張って取るんです。店員さん頼みます。なんで取れないんだ。あ、助けてくれ。ピザポテトになんでこんな苦戦してるんだ。これ価格1000円もしないだろう。僕これに2000円使ってんだけど今。頭がおかしくなっちゃった。やだー、もっと奥取れないんだって。これやっても取れないんだよ。これ奥使っても、これ絶対店員見てる。僕の配信、店員さん絶対僕の配信見てる。こんだけやっても手助けしてないっていうことは、僕がやめろって言ったから絶対見てこない。あ、もういいよ、もうおもんないから。あ、もういいよ、もう、はい、やべ、はい、カモンカモン、店員カモン、もう諦めました、もう無理です。あー、もう無理、はい、撤収、もういいから、はい、いいよ、はい、次僕がやった技に来てもらって。もう諦めた、もういい、僕らはもう才能ないってことが分かったから、もう二度とやんないよこれ。くー、もういいよ、もうおらおら、来ていいからね、もういいから、はい、楽しかった、今日楽しかったな、これ、ヨーギュッチャ、あー、面白い。え？取ってない。取って。え？僕取ってない。押してすらもいない。今日はありがとうございました。とても楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございます。店員さんはいいオチをつけるためには、わかんないんですけど、商品押してって落としました。こんなことってあんのか。こんなことってあんのか。ちょ待って、いいのか。てか、これでよかった。私は一体これでよかったのだろうか。次回へ続く。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、Twitter も毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。